お話丸かじり。今回はイギリスのお話、ロバート・ルイス・スティーブンソンの作品です。タイトルをお願いします。第26夜のお話はジキル博士とハイド氏、演者は山本真由美と浅井優、ストーリーテラーは私山本真由美と光がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。ジキル博士とハイド氏。昔ロンドンの街に一人の紳士がおりました。彼は名医であり優れた研究者でもありました。それはどちらも名誉なことでしたが、そうあり続けることは彼にとって辛い孤独との戦いだったのです。そして名医としての彼の評判や行き過ぎた研究は彼自身をひどく疲れさせ追い詰めていきました。追い詰められた彼はある逃げ道を見つけました。でもその逃げ道は紳士にとっても周りの人たちにとっても決してあってはならないものだったのです。こうして君と散歩をするのは何度目かな。さあ、まあいい。ところで、あそこは誰の家か知っているかね。いえ。思い出すのも腹立たしい。あそこには悪魔の生まれ変わりが住んでいる。悪魔とは穏やかではありませんね。なぜそんなことを。弁護士としての君の見解を伺いたい。親戚のリチャード・エンフィールドが重く語り出しました。今から約一月前のことだ。遠出をしたので帰りが明け方になってしまった。馬車から降りると二つの人影が見えた。早くしないと叱られる。一人はまだ幼い女の子、もう一人は小柄な男だ。二人は運悪く曲がり角で出会い頭にぶつかってしまった。ああ痛い痛い。痛いのはこっちの方だ。お前は謝るということを知らんのか。ああこれでも食らえ。ああこれでもか。ああこれでもか。それでもか。その男はぶつかった女の子を突き飛ばし、道に倒れたその子を何度も思い切り踏みつけていた。私は急いでその男のそばに行き、男を止めた。やめろ。邪魔をするな。それ以上続けるとその子は死ぬぞ。一体どういうつもりだ。あんたに関係ない。こいつは私に不快な思いをさせたのだ。ずっと見ていたぞ。この子は悪くない。今から警察を呼ぶ。しばらく牢の中で頭を冷やすんだな。いくら欲しい。小切手ならあるぞ。なんだと。聞こえないのか。金を出すと言っているのだ。警察だけは呼ばないでくれ。言っておくが、警官が束になってきたとしても私を捕まえることはできんぞ。少しやりすぎた。その子の治療費を払ってやる。100ポンドあれば足りるはずだ。そう言って男は私に小切手を見せた。その小切手は私の知っている男のサインがしてあった。ヘンリー・ジキル。これはどういうことだ。ジキルなら知っているぞ。ごまかしは聞かないからな。小切手はちゃんとしているよ。一緒に銀行に行けばすぐにわかる。私は怪我をした女の子をそばにいた夫人に預け、とても尺ではあったが、男と一緒に銀行に行くことにした。信じられないが、本当にひどい話ですね。差し出がましくなければ、
私がその女の子の両親を探し出し、悪魔を訴えることもできますよ。そこまではしなくていい。片付いてしまったことだ。女の子の怪我も治ったようだしな。怪我よりも、私はその男が女の子に恐怖を植え付けたことが許せない。それに、ヘンリー・ジキルは私の友人です。その男が彼にゆすりをかけて脅しているのではありませんか。あるかもしれんが、あの男との関連がわからない。彼は信用のある優れた医者だ。人柄も良い。あのような悪魔と関わることはないと思うが、何らかのトラブルに巻き込まれたのかもしれません。その女の子のように。それと私は今、いや、この話はまたの機会にしましょう。そうか。ではまた、不快な話をしてしまったな。今度の散歩は、楽しい話にしよう。親戚との散歩が終わり、家に帰ったアタスンは、ジキル博士の依頼で、彼の屋敷に訪問した時のことを思い出していました。このエドワード・ハイドというのは、聞いたこともない名前だが、私の友人だ。優秀な研究者で、私の後をこの男に任せようと思っている。君が遺言状を書くとはな。それも急に。何か問題でも起きたのか？言っておくが、身内でもない一人の男に全財産を譲るということはしない方がいい。私の財産だ。どう使うかは、私の勝手だ。そうか。依頼は断らないが、君が心配なんだ。せめて今度、このエドワード・ハイドという男に会わせてくれ。アタスンはジキル博士の遺言状を改めて見つめました。まさか、あの男がエドワード・ハイドなのか。アタスンは急いで親友のラニオンのところに行きました。いやあ、君か。久しぶりだな。まさか、仕事の押し売りでもあるまい。最近、ヘンリーに会ったか？いや、以前は医師の会合で何回か会っていたが、そこでおかしなことを言っていた。人間の心の中には、表と裏があるんだと。表は善、裏は悪だそうだ。善と悪か。ところで、エドワード・ハイドという彼の助手のことは知っているか？いや、知らん。あいつは一人で研究をするタイプの人間だ。助手がいたなんて信じられんよ。先日、遺言状の作成を頼まれた。彼にもしものことがあったら、すべての財産、所有する権利を一人の男に譲っている。それがエドワード・ハイドだ。しかもその男の評判は最悪だ。罪を犯しかねない人間なんだ。同窓のよしみとして放ってはおけんな。何かあったら、真っ先に君に知らせるよ。その日を境にアタスンは、リチャードと散歩した時に見た、戸口のある建物の近くの路地で、何時間も目当ての男を待ち続けました。寒い。これでは、固い決心もくじけてしまいそうだ。今日もダメか。彼がそう言って諦めて帰ろうとすると、地味な格好をした目つきの鋭い小柄な男が戸口に近づいてきました。アタスンはすかさずその男に声をかけました。エドワード・ハイドさんですか？なぜ私の名前を知っている？先日、知人のヘンリー・ジキルから遺言状の作成を頼まれました。弁護士のガブリエル・ジョン・アタスンです。ジキル博士は留守だ。出直してくれ。私はあなたに会いに来ました。お願いがあるのですが。なんだ？お顔を拝見させていただけませんか？ハイド氏は深々とかぶった帽子をゆっくりと取りました。その顔は青白く奇怪で、どこか相手に憎悪や不快な印象を与えるような異様な顔つきでした。私の顔がそんなに珍しいか。いえ、ありがとうございました。それと、遺言状を作成する弁護士として
相続人であるあなたの住所もお聞きしたいのですが。では、双方にある家を教えておく。アタスンは住所が書かれた紙を手にすると、足早に去っていきました。その様子を見ながらハイド氏は不気味に笑い出しました。それから2週間が経ちました。ジキル博士の友人たちは彼の家に招かれ、盛大にもてなされていました。やがて12時の鐘が鳴り響き、招かれた友人たちが帰っていきました。でもアタスンだけは残って話を続けていました。紅茶ではなくウォッカを持ってきてくれ。かしこまりました。他に何かご用意しますか。結構。アタスン、君にはとても感謝している。君の相続人の話だが、良くない噂を聞いてる。町で幼い女の子に怪我をさせたようだ。そうだったか。とうとうやってしまったか。君が付き合う輩ではないだろう。何も分かっていないんだ、私の今の立場が。もちろん誰にも言うつもりはない。たとえ君のような友人でも。おおよその見当はついてる。ハイドという男といつどう知り合ったかはわからないが、君は奴に脅されているんだろう。僕は弁護士だ。任せてくれれば財産の保証はしてみせる。警備の体制も整え、命も守ってみせる。打ち明けてくれないか。今は全てを話すことはできない。だが、いずれわかる時が来よう。脅されているようなことは決してない。あいつにはおとなしくさせ、しばらくこの町に姿を現さぬよう伝えておく。あいつはとても気の毒な男なのだ。私はあいつのことが気がかりなんだ。私にもしものことがあったら、あの男の正当な権利だけは守ってやってほしい。弁護士として依頼人の意思は尊重しよう。アタスンには何か悪い予感がありました。でもその予感が当たり、想像以上に悪い結果になるとはこの時のアタスンは思っていなかったのです。そんなある日。ジキル先生、ありがとうございます。デンマークからわざわざ来た甲斐がありましたわ。あなたはお子様思いの素晴らしい方だ。お金はあなたが裕福になった時にいただきましょう。その子は体が弱い体質だ。風邪や重い病にはくれぐれも気をつけてください。患者の診療を終えると、ジキル博士は夕食を早めに済ませ、召使いのプールに言いました。これから研究室に入る。しばらく一人にしてくれ。かしこまりました。事件はその夜に起こりました。ある老紳士が通りを歩いていると、一人の小柄な若い紳士とすれ違いました。こんばんは。こんばんは。こんな寒い夜は口が開かないかな。話がしづらいですな。道を尋ねたいのだが、この町はまだ知らないことが多くてね。目障りだ。尺だ。イライラする。とっとと消え失せろ。これは失敬。じゃがあんたも紳士だろう。そんな言い方をしてはいけないよ。人にはもっと親切にするものだ。うるさい。若い紳士は老紳士の顔の前にステッキを向けました。これにはさすがの穏やかな老紳士も気難しくなりました。わかった。私はこれで退散する。せめて
すれ違った時の挨拶はした方がいい。君のために言っているのだ。若い紳士はそう言われると、ステッキを振り上げ、相手の顔をめがけて強く振り下ろしました。鈍い音とともに高い悲鳴が響き渡りました。何をする？若い紳士は手に持った重く硬いステッキで、そのまま何度も老紳士の顔を叩き続けました。あまりに強い打ち方だったので、ステッキは真っ二つに折れました。哀れな老紳士は声が出なくなり、やがて動かなくなりました。この出来事は、ロンドンの街全体をひどく震え上がらせました。被害者の地位が高かったので、なおさら騒ぎが大きくなりました。やがてそれは、弁護士のアタスンのもとにも伝わりました。アタスンは、急いで警察署に行きました。警視の入顧問です。被害者はダンバズ・カルー氏。ご存知でしょうが、上院議員です。目撃者の話によると、犯人は若く、背の低い男だそうです。ダンバズ・カルー氏は、私の依頼人です。殺人現場に、凶器と思われる折れたステッキが落ちていました。よほどひどく殴ったのでしょう。二つに折れている。もう片方は、犯人が必ず持っています。これは、私の知人の持ち物です。そうですか。目撃者はこうも言っています。犯人は、目つきが鋭く、悪魔のような顔をしていたと。間違いない。あの男だ。犯人は、知人の相続人です。これから、知人の家に行ってきます。アタスンは、警察署を離れ、友人のもとに急ぎました。こちらです。以前調べた戸口だ。私は、あのハイドと初めてここで会ったんだ。ここは、旦那様の実験室なんです。プールは鍵を開け、アタスンを案内しました。そして、奥からやつれた博士が出てきました。プール、悪いが、席を外してくれないか。かしこまりました。しばらくの沈黙の後、弁護士が切り出しました。事件のことは聞いているか？ああ、ハイドが事件の容疑者として上がっていることも。ダンバズ・カルー氏は私の依頼人だった。だが君もそうだ。僕はこれ以上、依頼人をなくすのはごめんだ。今日は君が僕に隠しているすべてのことを聞くためにここに来た。ヘンリー、君とあのハイドの間には何があるんだ？もう教えてくれてもいいだろう。奴は殺人犯だ。逮捕されるのも時間の問題なんだ。まさか、この後に及んでまだあいつを隠そうとしたりはしてないだろうね。そんなことはしてない。あいつとは肩をつける。二度とこの街に現れないように、肩をつけてみせる。だから安心してくれ。あの男を殺すつもりか。無茶はするな。なあ、ヘンリー。僕に任せてくれ。あいつから手紙を受け取っているんだ。
警察に渡そうか迷っていたが、君に渡しておこう。どうするかは、君の判断に任せる。それは、未開封の手紙でした。あの男がこんなものを書くとはな。後で内容を読ませてもらう。これは、責任を持って保管しよう。アタスンは手紙をすぐポケットに入れました。その晩、アタスンは助手のゲストと共に、封書の宛名を見ていました。たとえ犯罪者でも、手紙の中身を見るというのは気が引けるな。一つ、気にかかることがあるんです。この筆跡に見覚えがあります。私も以前、何度か拝見させていただきましたが、ジキル博士のものに似ていませんか？アタスンは改めて、ジキルからもらった晩餐会の招待状を取り出し、それと見比べました。確かにそうだな。これは、一体どういうことでしょうか？その解決もままならず、また、二月を迎えてしまいました。ハイドが町に現れることもなく、ジキル博士もまた、以前のように少人数ではありましたが、明るく晩餐を共にしていました。しかし、やがてその回数は減り、また、孤独に生活をするようになりました。アタスンは友人が心配になり、二日、三日と彼の屋敷に伺いましたが、訪問を断られました。そして、六日目の夜、一通の電報が届きました。ラニオンが危篤？大変だ。アタスンは急いで馬車を走らせ、ラニオンの屋敷に向かいました。そこには、蒼白で頬がこけ、変わり果てた一人の博士が、ベッドに横たわっていました。それは、肉体の衰弱よりも、精神の恐怖が勝っていたかのように見えました。ひどい衝撃を受けた。衝撃？生きてきた中で、一番の衝撃だ。僕は人生を楽しく生きてきた。だが、それがすべて逆になってしまった。あることを知ってからは、今は死んだ方が楽になると思う。ヘンリー・ジキルと何かあったのか？その名前は出すな。奴は異常だ。いずれ、君にもわかると思うが。だがアタスン、君は知らない方がいい。その二週間後、ラニオン博士は亡くなりました。アタスンは葬儀の時、彼が依頼していた弁護人から手紙を受け取りました。本人以外のものは開封しないこと、そして本人が何らかの理由により、私、ラニオンの死亡前に亡くなった場合、未開封のまま焼却すること、秘密にしろということでしょうか。それだけではありません。最後まで。お読みください。なお、本人もジキル博士が死亡するまで開封しないこと。一体どういうことですか？よろしくお願いいたします。アタスンは、常軌を逸したこの手紙をしまい込むと、自分の屋敷に急ぎました。次の日曜日、アタスンは、いとこのリチャード・エンフィールドと散歩を楽しんでいました。この短い期間に、いろいろなことがあった。この建物がジキル博士の屋敷の裏口だったとはな。路地を利用して屋敷に入り込んでみないか。気が進みませんが、彼が心配ですね。リチャードとアタスンは路地に入り、屋敷まで来ると、窓の奥の人影を見つけ、声をかけました。ヘンリーだろ？気分はどうだ？なんとか生きてる。だが、具合が良くない。リチャード・エンフィールドです。アタスンとは親戚です。私も、あなたの味方でいたい。なんとか、外に出てこれないかな。一緒に話をしよう。私も、そうしたい。だが、それはできないんだ。ではせめて、窓越しでいい。振り向いて、顔を見せてくれないか。できない。
ジキル博士は突然苦しみ出しました。その苦しみは窓の外の二人を追い返すには十分なほど狂気じみていました。数日後、ジキル博士の召使いのプールがアタスンの屋敷に来て言いました。アタスン様、助けてください。何があった？ハイドさんが現れて旦那様を殺しました。そうとしか思えません。落ち着きなさい。とにかく急いで屋敷に行こう。ジキル博士の実験室に来ると、扉の奥から声が聞こえてきました。数日前のことです。旦那様の悲鳴を聞いて実験室に向かいました。私が参じました時にはもう、ハイドさんの声しか聞こえませんでした。それからというもの、毎晩ずっとこんな感じです。鍵はあるか？ええ、でも開かないんです。多分、つっかえ棒か何かでしょう。中の様子を見てないんだな。まだ生きてるかもしれない。あなたはハイドさんですか？返事をしたまえ。数日前とは、まさか。そうです。アタスン様が散歩の折、旦那様とお話になって、その日の晩からです。中にいる悪魔の男は、しきりに薬を欲しがっています。薬？旦那様の研究している薬が欲しかったのでしょう。毎晩私に製造元の業者に連絡して注文しろとせがむように。それもおかしな話だ。とにかくもしものことがあっては手遅れになる。手を貸してくれ。この扉を壊すと。やめてくれ。中には入らないでくれ。その声はかすかでしたが、扉の外の二人は確かに聞き取りました。中にいるのか？ヘンリー、もう一度返事をしてくれ。お願いだ。どうか、入らないでくれ。ハイドさんの声に変わった。何をしている。急げ、扉を壊せ。やっとのことで壊れた扉を蹴破り、中に入った二人が見たものは、今まさに断末魔を終え、体に合わないヘンリー・ジキルの服を着たエドワード・ハイドの死体でした。これは、どういうことなんでしょう。自殺だ。私は確信した。おそらくあのラニオンも、私と同じく確信させられたのであろう。未だに信じられないが。ここに二つの手紙がある。未開封だ。できれば、二つとも開きたくはなかったが。一通は私とヘンリーの親友、そしてもう一通はヘンリー・ジキルから預かった、ここにいる哀れなこの男の手紙だ。アタスンは二通の手紙を読み上げました。親愛なるアタスン、この手紙を君が読んでいる頃には僕はこの世にはいないだろう。僕はジキルからある手紙を受け取った。その内容は辻褄の合わないことばかりだ。気が触れたのだと思い哀れになった。そして友人として願いを聞き入れようと二人で会ってやることにした。ある品物を持って、僕はジキルに渡す薬を持ち屋敷を出ようとしたが、そこに現れたのは小柄な男だった。顔はどことなく作り物の、出来損なった感じの、見るに耐えないところがある。僕はこの男が、君が話していたエドワード・ハイドだと確信した。ヘイスティ・ラニオンさん、例の薬は、持っているかね？ああ、ここにある。では、私が預かろう。これはジキル博士と会った時に本人に渡す。そこをどいてくれ。ジキル博士ならここにいるさ。なんだと。男は僕から薬をひったくった。そしてその場所で急いで調合し、それを
僕の目の前で飲んだ。すると、そこで僕が見たものは、悪夢としか言いようがない。うめき声を上げ、苦しみながらハイドは、体が溶け出し、みるみるうちに背が高くなり、顔が変わり出した。ヘンリー・ジキルの顔だ。そして、ジキルに変わった男は、顔に憂いを浮かべ、一言こう言った。私なんだ。ハイドは私なのだ。これが私の秘密、研究のすべてだ。気がついたら、生きる気力がなくなっていた。今でも信じられない。だが確かなのは、僕の死は急激に近づいているということだ。アタスンは手紙を閉じると、もう一つの手紙を開き出しました。中には、相続人をアタスンに訂正された新しい遺言状とともに、長文の手紙が入っていました。親愛なるアタスン、私は君に、そして周りにいるすべての人々に、取り返しのつかないことをしてしまった。だが分かってほしい。君を親友と信じての願いだ。私の研究は、人間の表と裏を二つに分けること。町の優しい名医、善良な優れた研究者、これが私の表向きの人格だとしたら、裏は全くの反対ということになる。そしてその裏の人格になりたい欲が私にもあったのだ。仕事を終えるとすぐに研究室に入るという日々が続き、ついに薬を完成させた。そしてその検体に私自身がなり、薬を一気に飲み干した。ものすごい痛みと苦しみが私を襲ったが、それは快楽にさえ感じた。生まれ変わったかのように思えた。鏡を見ると、以前より醜く、背も低くなってはいたが、若く、力がみなぎっている。私はこの姿が気に入った。私が隠していた悪の顔だと確信できた。生まれ変わった私にハイドと名を付けた。私はこのハイドという別の私が様々な悪さをするのを楽しんだ。そして裏の人格になりたいという欲求が抑えられなくなり、その欲望のまま何回も薬を飲み、ハイドに変身した。そして数々の犯罪に手を染めていった。いつしか私の心の中にもハイドが現れ、ジキルの人格がなくなっていくことと戦わなければならなかった。そして恐れていることが起こってしまった。薬の副作用だ。薬を使わなくてもハイドになってしまった。私は恐ろしくなり、しばらく薬を飲むことをやめたが、もう遅かったのだ。夜ベッドに入り、朝方目覚めるとハイドの姿になっている。薬を飲むとジキルの姿には戻るが、すぐハイドに戻ってしまう。気がつくと元の表の顔、ヘンリー・ジキルに戻るために悪魔の薬を多量に使ってしまっていた。私は薬を使い果たし、多量の在庫を求めた。だが
いくら薬を調合してそれを飲み干しても元の私には戻れない。戻ったとしても必ずハイドに変わってしまう。最初に仕入れた成分は異常なものだった。それを私が偶然調合し不純な薬を作り上げ、このような悲劇を巻き起こしてしまった。私は焦り絶望した。今となってやるべきことは一つしかない。残ったハイドをどう裁くかだ。絞首刑にするべきか、この残った薬や研究とともに私自身が排除すべきか、いずれにしても臨終の時が迫っている。そしてその後いつになるかはわからないが、私の友人の一人が必ず駆けつけて私の真の告白を知り封印してくれるだろう。私はそう願っている。その時がヘンリー・ジキルの生涯の幕を下ろす時なのだ。アタスンは憂いを浮かべ、二通の手紙を読み切るとプールに命じ、他の召使いたちを呼びました。ここにいるハイド氏をこの屋敷の片隅に埋めてくれ。この新しい遺言状では私が相続人となっているが、プール、遺産はお前に預ける。それをすべてヘンリー・ジキルのために使ってくれ。かしこまりました。アタスン様、旦那様ほど苦しい思いをした人はいないのかもしれませんね。その原因が夢であり生きがいだったとは皮肉なものだ。彼は人間を二つにしてしまった。だがたとえいくつもの人格が重なり合ったとしても一人の人間でなければいけないのだ。そう言いながらアタスンはジキル博士の研究室の扉を閉めて鍵をかけ、プールにいつまでも保管するように言いつけました。そしてこの一連の事件を解決するであろう二つの手紙の記憶も心の中に封印したのです。おしまい。ということで、第26夜ジキル博士とハイド氏をお送りいたしました。はい、いや、いかがでしたか、真由美さん。いや、人間っていうものはもうなんだろう、業が深いですね。ほう、脆さというかエゴというかいろんなものが詰まった作品だと思いますね、これ。まあよくある二重人格の代表作品ありますけど、はい、僕はあのタイトルしか知らなかったですね、これ。あ、そうなんですね。はい、うん、でスティーブンソンの作品、他にも有名なやつは、はい、宝島なんかありますけれど、僕この人の作品実は一つも見たことがなかったって今回まで。あ、そうなんですね。私もあのジキル博士とハイド氏の概要を知ってるぐらいで、はいはいはい、これ機会にちょっと読んでみようかなと思いました。これモデルがいるみたいですね、はい、あのウィリアム・ブロディっていう市議会議員がいたそうで、へえ、こいつもなんか、ね、悪いやつやったらしいですよ。いやでも正直今もこんな人いるんじゃないですか。表はいい人、裏ではやることが陰険みたいな、そんな人。それこそあの SNS とかの裏垢とかで使ってね、ちょっと前にも問題になりましたけれど、なんかクラスの裏サイトがあるみたいな、でそこでなんかクラスメートの悪口を言うとか、はい、そうですね、なんか一時期流行りましたね。あれもよくよく考えたら二重人格的なものが見えますよね。まあまあ、それを二重人格というのかちょっと、うん、どうなんでしょうね。まあ二面性というか仮面をかぶってるというか、はい、まあ政治家なんかはそうですよ。そうですね、公約も選挙前の公約と言ってることは違うじゃないかと。おかしいだろ。ありますね、反対もこんなもん。あとはやっぱりそのモラルと善と悪の境界線ですかね。はいはいはい、もう
表と裏の境界線がいかに脆いか際どいか、まあ、どこまで許容できるかはね、人のあれによって違いますからね。それはまあしょうがないところもあるんでしょうけれど、まあ、踏み越えたらもう戻れないというような、はいはいはい、すごいなんか人間ってやっぱり業が深いなって改めて思いましたね。でも人間っていうのはもう変身願望がありますからね、しょうがないですよ。そうですね、もうまあ確かに、はい、それは俺だって悪い顔しちゃいますよ。悪い顔はい、僕も新宿を飲み歩いてる時なんかもグラサンかけて、はい、金のネックレスつけてもう悪い顔ですねいやでもなんか別の自分になりたいって願望は確かにありますよね、変身。それは女性の場合セーラームーンとかプリキュアになるんです。そうですね、はい、もう僕の場合は仮面ライダーですから、ね、おーみんな憧れ仮面ライダーハイドなんていずれ出てくるんじゃないですかね。ちなみにこれかくれんぼのことハイド&シークっていうんですけど、はい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 、こっちのジキル博士とハイドシムのハイドも隠すって意味があるらしいですよ。ああなるほど、うん、はいはい、ということで第26夜、イギリスのお話、ロバート・ルイス・スティーブンソンの作品ジキル博士とハイド氏をお送りいたしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は光と山本真由美でした。それでは皆さんおやすみなさい。次回第27夜のお話丸かじりは日本のお話タヌキューをお届けします。タヌキュー、お前さんのおふくろさんが倒れたってよ。おっかさんが。芝居のことはいいからたっぷり休みを取って親孝行してやりな。ちょうど半年前から上場にが住みついてて恨みとの情報噂もあるよ。一度決めたことをおいそれと変えられねえ。道にでも迷ったのかい。上ばみが出るって噂だ。麓までおいらと一緒に行こう。わしがその上ばみだ。次回もお楽しみに。今回のお話皆さんいかがでしたか。そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは